問い91 ER 図で表現するものはどれか。さてこの ER 図という言葉ですぐにこの図が思い浮かばなかった方はぜひこちらの動画もご覧ください。こちらの答えは選択肢 E のエンティティ同士の関係となります。選択肢 A の入力データ及び出力データ、こちらは DFD 図の説明になり、 DFD 図の用語を知らなかったという方はこちらの動画もご覧ください。問い92、関係データベースを構築する際にデータの正規化を行う目的として適切なものはどれか。まず関係データベースとは SQL などデータへの問い合わせを行う言語を用いることで選択、追加、更新、削除をデータベースに対して行えるものとなります。今回の問題は関係データベースを構築する際データの正規化を行う目的はどれですかといったものです。答えは選択肢 E のデータの矛盾や重複を排除してデータの維持管理を容易にする、こちらが正規化を行う理由となっています。その他の選択肢 A、U、E は全く答えとは違うため×となります。問い93、 NFC に準拠した無線通信方式を利用したものはどれか。まず NFC とは皆さんのスマホにも搭載されているかざすだけの通信機能のことです。近距離通信無線規格のことで正式名称をニアフィールドコミュニケーションと言います。今回の問題はこの NFC の技術が使われたものは選択肢のうちどれですかという内容となります。順番に選択肢を見ていきましょう。選択肢 A の ETC 車載機との無線通信は車両の無線通信に特化したDSRC と言われているものを利用しています。 DSRC とはデリケーテッドショートレンジコミュニケーションズの略です。選択肢 A は×となります。選択肢 E のエアコンのリモートコントロール、こちらは赤外線を利用したものです。こちらも×です。選択肢 U のカーナビの位置計測、こちらは GPS を利用したものです。ちなみに GPS とはグローバルポジショニングシステムの略なので知らなかった方は覚えておきましょう。選択肢 A の交通系の IC 乗車券による改札、こちらがまさにかざすだけの通信システムですよね。選択肢 A が NFC を利用したものとなるので正解となります。問い94、ランサムウェアの説明として適切なものはどれか。まずランサムウェアとはコンピューターをマルウェアに感染させた時、データを勝手に暗号化しデータへのアクセスを制限させます。この時ユーザーに対して元に戻すための復元プログラムを買うように迫る身代金要求型のマルウェアです。ランサムという言葉は身代金という意味になります。例えばどこどこに100万円振り込まないとこのエラー画面は直しませんといった表示をさせるものがランサムウェアに該当します。またこのランサムウェアは仮に金銭を支払っても本当にデータを戻してくれるといった保証もないため、データに関しては定期的なバックアップの実施が望まれています。順番に選択肢を見ていきましょう。選択肢 A、 パソコン内のファイルを暗号化して使用不能にし復元するためのキーと引き換えに金品を要求するソフトウェア、こちらは正解のため選択肢 A は丸です。選択肢 E、 キーボードの入力を不正に記録するソフトウェア、こちらはキーロガーの説明のため選択肢 E は×です。選択肢 U、 システムログを改ざんすることによって自らを発見されにくくするソフトウェア、こちらはルートキットの説明です。選択肢 U も×です。選択肢 A、 自ら感染を広げる機能を持ちネットワークを経由して蔓延していくソフトウェア、こちらはワームの説明なので選択肢 A も×です。問い95、関係データベースの操作を行うための言語はどれか。選択肢を順番に解説していきます。選択肢 A の FAQ とは Q&A のことです。フリークエントリーアスクドクエスチョンズの略なので選択肢 A は×です。選択肢 E の SQL とはストラクチュアドクエリーランゲージの略です。まさにこちらが関係データベースにアクセスするための言語となるため選択肢 E が正解となります。選択肢 U の SSL とは SSL 証明の言葉を指すと思います。 SSL 証明とは通信の暗号化を行う技術のことで、デジタル証明書を利用した改ざんの検出ができる統合セキュアプロトコルのことです。選択肢 A の UML とはシステム設計図のフォーマット、テンプレのことを指します。 UML はユニファイドモデリングランゲージの略となります。選択肢 A も×です。問い96、 Web サーバー上において図のようにディレクトリ D1 および D2 が配置されているとき、 D1
ディレクトリ D1 カレントディレクトリにあるウェブページファイル F1.html の中から別のディレクトリ D2 にあるウェブページファイル F2.html の参照を指定する記述はどれか。ここでファイルの指定方法は次の通りである。指定方法の1番、ファイルはディレクトリ名すらファイル名のように経路上のディレクトリを順にスラッシュで区切って並べた後にスラッシュとファイル名を指定する。指定方法2、カレントディレクトリはドットで表す。指定方法3、1階層上のディレクトリはドットドットで表す。指定方法4、始まりがスラの時は左側のルートディレクトリが省略されているものとする。さてこの問題は Linux や Unix を触ったことがある方は一発でわかると思いますが、触ったことがない方の方がほとんどだと思うので順番に問題文を読み解きながら解いていきましょう。そもそもこの問題では何が問われているかというと、皆さんもパソコンを使うときにフォルダを作成してファイルをそこに配置したりしますよね。Excel ファイルだったり、Word だったり、PowerPoint だったり、そういったものはパソコンを使ったことがある人であればイメージはつくと思います。今回は D1 と言われたファイルの中から D2 と言われるファイルの中のものをデータを呼び出すとき、 D1 から D2 にあるデータを参照するときの Linux や Unix での書き方について問われています。 Linux や Unix がやったことないという方でも分かるように指定方法のところにそのルールが書いてありますが、いまいち分かりにくいと思うのでステップを刻んで答えを導いていきましょう。まず問題文にもある通り D1 がカレントディレクトリと言われています。カレントディレクトリは指定方法の2である通りドットで示すため、頭にはこの部分はドットで示されます。続いて D1 から見たとき1階層上のディレクトリはルートと呼ばれるところになります。この部分は D1 から見たとき1階層上のため指定方法3にもあるようにドットドットで示すことができます。今回呼び出したいファイルは D2 ディレクトリの中にある F2.html のため、こちらを呼び出しに行きます。今回はですね D1 からルートをたどって D2 の中のファイルを指定したいため、カレントディレクトリであるドットだけの部分は指定する必要はありません。 D1 から見た時の一つ上の階層から始まるため、ドットドットすら D2 すら F2.html としてファイルを指定することができるため、選択肢うが正解となります。問97、パソコンの CPU に関する記述のうち適切なものはどれか。選択肢 A、 1GHz CPU の 1GHz とはその CPU が処理のタイミングを合わせるための信号を1秒間に10億回発生させて動作することを示す。選択肢 A の説明は CPU の説明として正しいため正解です。パソコンを買う時のスペック比較時の参考になる情報なので、これは覚えておいても損がないですね。 1GHz の意味は選択肢 A の通りです。選択肢 E、 32bit CPU や 64bit CPU の32や64は CPU の処理速度を示す。この32や64は処理速度ではなく一度に演算できるビット数を示しています。選択肢 E は×です。選択肢 U、 1次キャッシュや2次キャッシュの1次や2次は CPU が持つキャッシュメモリ容量の大きさの順位を示す。1次キャッシュや2次キャッシュのこの次数はキャッシュメモリと CPU との論理的な近さを示しています。1次キャッシュが最も CPU に近く、続いて2次3次と数字が上がっていきます。一般的に CPU が近い位置であるほど高速かつ小さい容量のものが使用されています。選択肢 U も×です。選択肢 A、 デュアルコア CPUやクワッドコア CPU のデュアルやクワッドは CPU の消費電力を2分の1、4分の1の省エネモードに切り替えることを示す。コア CPU とは消費電力を省エネモードに切り替えるためのものではありません。 CPU におけるコアの数とは計算を行う演算回路の数のことです。コア数が増えれば増えるほど性能もどんどん上がっていきます。選択肢 A は×です。問い98、表計算ソフトを用いて2つの科目 XY の成績を評価して合否を判定する。それぞれの点数はワークシートのセル A2、B2 に入力する。合計点が120点以上であり、かつ2科目とも50点以上であればセル C2 に合格、それ以外は不合格と表示する。セル C2 に入る適切な計算式はどれか。この問題は表計算ソフト、一番わかりやすいところだと Excel だったり Google スプレッドシートのようなところに X と Y の数字が各セルに与えられたとき、この C2 に入る計算式はどのように
に関数を読み込めば合格と不合格の表示ができますかという内容が問われています。この問題はそもそもの表計算ソフトの関数の書き方がわからないとなかなか解説も頭に入りづらいため、問題文を小分けにして見ていきたいと思います。まずは大分類として論理積、論理和という内容がこの選択肢のあと、い、うと、えで分かれていますよね。まずは論理積とは、いわゆる AND 条件のことです。A と B があったとき、共通する条件だけを抽出してきます。一方で論理和とは、OR 条件のことで、どれか一つでも当てはまればという意味になります。A と B があったとき、A と B いずれかが入っていればという形になるので、集合で書くとこのような状態になります。今回与えられた条件では、合計点が120点以上、かつ2科目とも50点以上であればとあるので、AND 条件が適用されています。なのでまずは、うとえは×になることがわかりますね。続いて、if 文の部分ですが、if 文で指定されている論理積、A2 足す B2 が120点以上、A2 が50点以上、B2 が50点以上だったなら、合格、そうでなければ不合格と表示されるため、選択肢 A が正解となります。選択肢 E は、if 文の後の結果部分、不合格、合格と出ているので、この部分が逆です。選択肢 E の状態では、合計で120点以上かつ、A2、B2 どちらも50点以上だったとき、不合格と合否判定が出てしまうため、選択肢 E は×となります。問99、外部からの不正アクセスによるコンピューターに関する犯罪の疑いが生じた。その時、関係する機器やデータ、ログなどの収集及び分析を行い、法的な証拠性を明らかにするための手段や技術の総称はどれか。選択肢の文言を順番に解説します。選択肢A のデジタルサイネージとは、デジタル技術による広告媒体のことです。一番わかりやすい例だと、渋谷のスクランブル交差点なんかにあるようなビルに表示されている広告が該当します。選択肢 A は×です。選択肢 E のデジタル署名とは、公開鍵暗号方式の技術を使ってデジタル文書の正当性を保証します。詳しくはこちらの動画でも説明しているので、よく出題される用語でもあるため、こちらの動画もご参照ください。選択肢 E は×です。選択肢 U のデジタルディバイドとは、ディバイドという意味がまずは割るとか分割するといった意味ですよね。デジタル技術を使える人とそうでない人の間で生じる待遇や貧富の格差、機械の格差などを指しています。デジタルディバイドは×です。選択肢 A のデジタルフォレンジックス、こちらが関係する機器やデータ、ログなどの収集及び分析を行って法的な証拠性を明らかにするための手段や技術の総称となります。選択肢 A が正解です。問100、電子商取引において注文した事実やその内容について否認されることを防止するために、取引の相手に実施を依頼することとして最も適切なものはどれか。電子商取引、分かりやすい例で言うと、 EC サイトでのお買い物には、注文した事実やその内容について否認されることを防止する必要があります。それは本人から送られてきたことを確認できる方法が必要となり、それができるのはデジタル署名ですよね。すると選択肢 U の注文データにデジタル署名を付与してもらう、こちらが正解となります。選択肢 A、E、A は該当しないため×となります。今日も IT 隙間教室をご視聴してくださった皆様、ありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方は、動画への高評価を、続きがもっと見たいと思ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter SKWX では最新の IT トレンドや IT ニュースを発信しているので、フォローをよろしくお願いします。 Instagram では IT 女子の日常をゆるく発信しているので、興味のある方はこちらもフォローをよろしくお願いいたします。それでは次の IT 隙間教室でお会いしましょう。いってらっしゃい。